兵庫県立姫路循環器病センターは兵庫県姫路市にある県立病院である。1981年に日本で初めての循環器専門の自治体病院として開設され、当初より心臓血管病と脳血管障害を日本柱とした診療を行っている。臨床研修病院の指定を受けるほか、兵庫県災害拠点病院、 救急国事医療機関などの指定を受ける。病院の基本理念は、私たちは医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、良質かつ高度な医療を行います。建物の老朽化と、現在の立地では施設拡充が難しいため2022年を、メドに、製鉄記念広畑病院と統合し、総合病院化も含めて、姫路駅東の再開発地域への移転を、 検討している。この不死は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。看護師が発案し医師と協力して、心臓手術後の患者の負担を減らす装具を開発。AAB 兵庫県立姫路循環器病センター公式サイト委員長ご挨拶移転、総合病院科を検討老朽化の県立姫路循環器病センター。 兵庫県立循環器病センターと広畑病院が統合協議へ姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が統合へ心臓手術後の負担減へ着脱式バンド開発姫路循環器病センターありがとうございます